四字ダムは、福島県いわき市、二級河川、鮫川水系四字川に建設されたダム。高さ83.5メートルのロックフィルダムで、洪水調節、上水道、工業用水を目的とする、福島県営の多目的ダムである。ダム湖の名は四字湖という。福島県鮫川水系ダム管理事務所が管理する、県営ダムで、鮫川の地水といわき市南部地域への離水を、 目的とした特定と目的ダムであり、サメ川本流の高芝ダムと共に、サメ川の治水に死している。四字川下流部は、堤防の改修工事が進んでおらず、水害に悩まされてきた地域であり、特に1964年、1966年には大きな水害に見舞われていた。また、1966年の岩木市の成立、新産業都市指定により、 流域の沿岸部の名コソ地区の工業地帯の発展による工業用水の確保と人口増加が見込まれることにより四字川下流の四字石からの上水道の取水では足りなくなることが目に見えていたため四字川、鮫川流域の洪水調節、上水道、工業用水の確保を目的に1968年に予備調査、1970年に実施計画調査開始が 開始、1973年に、事業採択、1978年に、本体工事が着工され、1983年8月に完成した。施工は、前田建設工業。総事業費は174億5000万円。この工事に合わせ、流域を通る国道289号の改良工事が行われ、四字トンネルなどが開通した。 四字湖四字ダム建設によってできたダム湖は四字湖と名付けられた。森と湖に親しむ循環に合わせて四字ダム祭りが毎年開催されており、管理所前のメイン会場でのステージ、停滞でのフリーマーケットや企業出展、手芸都市通話やと、砂岸監査牢での展示やボートを用いた湖面巡視体験などが行われるなど、一般市民に開かれたダムとして親しまれている。 名水四じダむ、ありがとうございます。